小田急線形電車、小田急線形電車、小田急線型電車は、小田急電鉄、小田急が1988年、昭和63年以降に運用している通勤車両である、旧線型に代わる、低都高速度交通営団、現在の東京地下鉄千代田線への直通対応車として登場した。1988年、 昭和63年から1993年、平成5年にかけて4両固定編成25編成、6両固定編成編成、8両固定編成、1編成、10両固定編成4編成の合計196両が製造され、1990年、平成2年には幅2メートルのワイドドア、乗務員室直後のみ、幅1.5メートルを採用した車両が登場した。 これらの車両は1700系、過去に存在した4両編成の場合は1500系に分けられることがある。ワイドドア車の4両編成は2004年に一部の先頭車を中間車に改造した上で6両編成となった。小田急では編成表記の際には新宿より先頭車両の車両番号、新宿型の車号、両数という表記を使用しているため、 特定の編成を表記する際には、10514、1251、6、15524、7526、75 1081、8、1094、四0のように表記する。また、特定の車両は、車両番号から、出フ線四4 0 0番内などのように表記し、小田原方面に向かって、右側を、山側、左側を、海側と表記する。 小田急では2600型で VVVF インバータ制御方式の実用試験を行っていたが、その実績から営業用電車で本格的にインバータ制御を採用した。車体についても同社の車両で初めてステンレス工を採用した。採用にあたってはステンレス特有の光沢を抑えたいという小田急側の意向により全面ダルフィニッシュ仕上げとしている。ただし全面のみ、 繊維強化プラスチック、FRP 製で、デザインは急線型に類似するものである。急線型に代わる、低都高速度交通営団、現在の東京地下鉄千代田線への直通対応車でもあり、そのため、車体幅なども急線型に準じており、同型の発展型とみなすことができる。このような条件を踏まえた開発、設計が行われ、 登場したのが1000系である。また1000型は、小田急の開通60周年記念の意味も兼ねて導入されており、小田急1万系電車施設社も開通60周年の年に導入されている。本説では、登場当時の仕様を基本として、増備途上での変更点を個別に記述する。更新による変更については、遠隔で講述する。1000型は、 全長20メートルの車両による4両固定編成、6両固定編成、8両固定編成、10両固定編成が製造された。形式は、先頭車が制御車の区派1 5 0型で、中間車は電動車の出派1 0 0型と付随車の左派150系である。車両番号については、端末の編成表を参照のこと。先頭車は、 車体長 19650mm、全長 2150mm 21,、中間車は、車体長 19500mm、全長2万 mm で、車体幅は、当時の低特高速度交通営段、営段地下鉄千代田線への乗り入れを考慮して、2860mm とした。車体は線型と同様に、ステンレス構成とした、オールステンレス車両で、 ステンレスの輝きを和らげるために表面をダルフィニッシュ、なしじ仕上げとしている。車内内装については8000系向記者において採用された暖色系の色調を全面的に採用した。内張りは白色系にベージュ模様入りの化粧板を使用、床材は灰色のカラースキームとなった。なお、手電動機の参照交流化により、床のモーター点検外、 トラップドアは廃止されている。座席は赤色の表地に変更された。車内設備は8000型に準じているが、座席端の仕切りは袖仕切りと呼ばれる化粧板を張った板に、座席側はモケット張り、客用、ドア内側は化粧板仕上げに変更されている。天井はラインフローファン方式だが、ラインデリアは先頭車9台、中間車10台に増設された。 冷房装置は集約分散式の CU195C となった。8000型で実績のある CU195A の改良型である。運転台の主観制御機は従来通りの縦軸式、アブフむタイプだが、オフ位置は右ではなく千代田線仕様の手前である。乗務員室内は緑色のカラースキームである。運転台系基板は8000型よりも高くし、 高運転台に準じたものとなった。乗務員出時切りは、運転席背面は、配電盤などの機器設置スペースとしたため窓はなく、中央に仕切り扉窓、右端に二段式の窓がある。車高膜は、中央の仕切り扉窓のみある。台車は FS、FS-534、電動台車と FS、FS-034、付随台車で、基礎制動装置は全台車が両。 打機式踏みずらブレーキ、クラスプブレーキである。いずれも、小田急では2200型からの実績がある、アルストムリンク式空気バネ台車である。2007年以降、小田急持ちの千代田線直通列車には本形式都心、4000型が使用されていたが、4000系の増備が進んだことと本形式への D、ATSP 設置により2010年に、本形式は直通運用から外れた。 2018年現在、箱根登山鉄道に先住で充当される、レーティッシュカラーの車両は、4両固定編成の1058、4から1061、4の4編成である。製造から25年ほど経過したこともあり、リニューアルを実施することが2014年4月に発表された。更新内容は以下の通り、リニューアルは2014年度から2021年度に、 かけて、ワイドドア車36両を除いたすべての車両に実施される予定となっている。2015年1月、初めてリニューアル改造を終えた1066-4が運用に復帰し、2015年度までに4両固定編成3本が順次施行され、2016年8月2056、4と1256-6、2017年1月2052、 4と12526が乗務員室を撤去し、それぞれ10950、10960となった。以降も施行されている。本節では、登場当時の仕様を基本として、増備途上での変更点を個別に記載し、更新による変更については、遠隔で講述する。更新上での変更点は、端末の一覧表も参照されたい。 全長20メートル級の車両による4両固定編成、6両固定編成、8両固定編成、10両固定編成で製造された。形式は、先頭車が制御車の区波1 5 0型で、中間車は電動車の出波1 0 0型と付随車の差波1 5 0系出る。車両番号については、端末の編成表を参照のこと。1990年。 平成2年から1991年、平成3年にかけて、幅2メートルのワイドドアを採用した車両が登場したが、乗務員室直後のみ、幅1.5メートルである。これらの車両は俗に1700系、過去に存在した4両編成の場合は1500系に分けられる。この車両には、多くの試験的施策があり、側面には LED 式の種別。 行き先表示器のほか、一時車、15514.1552、4.17516.17526 15では、車内旅客案内表示装置と座席跳ね上げ機構を小田急初めて搭載している。車内旅客案内表示装置は15514と 175162LED 式、スクロールタイプが15524と1752、 6に、液晶式、ディスプレイタイプ、LCD。ただし後に登場した3000型や4000型より、小型がそれぞれ採用された。その後申請した二次車、1553-4から1556-4も、LCD を採用したが、液晶の劣化が早く、数年で撤去された。また、客室内の戸袋と、扉以外の窓を、パワーウィンドウとし、 ボタン操作で開閉できるようになっている。これも本家式のみの装備。ラッシュ時の乗降をスムーズに行うために、幅2メートルのドアを採用していたが、その巨大な幅のドアが原因で上に帰って乗客がドア付近に滞留し、車内の流動性が悪化したことから、1998年、平成10年に、東急車両製造で0.4メートル、狭く2000型と同一の幅1.6メートルに、 改造した。この際に構え体のドア開口部は従来通りとしたため、回避時に左右それぞれ0.2メートル引き残している。車内はドア幅の縮小に合わせて内装を装備したため、引き残しているようには見えないが、平肘の扉窓位置が左右非対称となり、扉窓の両端部がしきりと接しているように見える。ドア改造の際には百五十一四と百五十一 6の LED 式装置の一部を1552、4と1752、6に取り付け、1551、4.17516と1552、4.1752、6で取りを受けとなった。1553、4から1556、4の各編成では6両編成化工時の際に新しく LED 式スクロールタイプを設置している。これは、 千代田線直通対応編成である1091、10から1094、10及び1081、8の枠黒くしたタイプで、一時車とは若干形状が異なる。ドアチャイムは1753、6から1756,6のみ設置されている。通常ドア編成と異なり、ワイドドア編成は優先席が各車両の両端、先頭車は連結面側のに設けられている。 また、一部編成には、車椅子スペースが設置されている。1991年の申請当初の段階では4両、編成6本、24両と6両編成2本、12両、の、計36両が在籍し、4両編成は、小田原よりに通常ドア幅の線形4両編成を、連結した8両編成で新宿口の各駅停車に、充当されていた。 しかし2004年、平成16年に4両編成は一部先頭車を中間車に改造した上で6両固定編成に組み替えて解消し、6両編成6本となり、他の6両編成と共通運用されている。側面の LED 式種別、行き先表示器は、現在は、シック体で、各駅停車に充当するときは種別と行き先を交互に表示する。搭乗時は、 書体がゴシック体で、本とはロゴ並みになっているなど画素が、あそが、あらかたが2005年、平成17年により、明朝からがのものになるとともに、英字も表示可能なもの、3000K1.2 字社と同じものに交換した。また、2008年度に17516.17526.17536が、2009年度2754。 6.17556.17566が、純電気ブレーキ化改造を受けた。このグループは、登場以来千代田線直通に対応する編成は、存在しない。なお、車内の名板は、ドアの幅の改造時にすべて、等級車両製造のものに交換されており、さらに17536から17566は、組み替えの際に再度交換されている。このため、 川崎重工業製であっても、社内の名板は、東急車両である。日本の多鉄道事業者のワイドドア車としては、東京メトロ東西専用の05系、第14から18編成と15000系に1.8メートル幅の、ものを採用した事例がある。赤い数字は、レティッシュ塗装の車両である。A タイプは6両編成で製造された編成。 B タイプは4両編成の運転台を一部撤去して6両編成化した編成。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。